それではですね、次は下吉田駅のホームを、下吉田駅のホームを現地レポートしたいと思います。下吉田駅のホームは、これ一面二線になって、島式一面二線になってて、ここにはなんとですね、ブルートレインテラスっていう、このブルートレイン富士と169系っていう、この国鉄急行が保存されてるんですよね。いや、これはちょっと後で行ってみたいですね。いやー、これ気になりますね。で、さらにこちらにはですね、なんとこちらにはですね、トーマスランド電車の初代機いますよね。あ、トーマスランド初代機ここに保存することになったんだ。すげえ、そういうことなんだ。あ、これ後で見よう。で、しかもですね、この駅の踏切なんですけど、これなんか珍百景になりそうな踏切があるんですけど、ここ駅舎とホームは構内踏切で結んでるんですけど、これ踏切の警報器、これ見てください。これ皆さんご存知ですか？なんとですね、この下吉田駅の踏切警報器はなんとですね、歩行者専用信号機を改造した警報器なんですね。これは鉄道珍百景とかになりそうですよね。これはもう踏切とか信号マニアに忖度したいですね。これ面白いですよね。確かこういう感じの新踏切、構内踏切の警報器って江ノ電にありましたよね。確か江ノ電にあったと思うんだよな。で、構内踏切で結ばれてんすけど、何やらここにはですね、保線車もなんか留置されてるんすよね。これなんでしょうね、保線区も兼ねてるんでしょうかね。いや、保線車が止まってて、線路の資材もあって、いや、ここは保線基地ですかね。で、しかも踏切の遮断機、これすごいですよね。なんか変わった遮断機ですよね。すごいな、これ。いやー、これはまた踏切マニアに忖度したいけど、うわ、なんかこっちの方がやばいな。何これ、これどう見ても歩行者専用信号機じゃん。これやばくね。もうこんな踏切あるんだ、本当に。これ新たな発見ですよね。すごいな。うわ、これもう、これは信号マニアとか踏切マニアにもうマジで忖度してえな。これは踏切珍百景とか鉄道珍百景ですよ。これやばいな。いや、すごいな、この踏切。で、下吉田の駅舎が、先ほどレポートした駅舎がこちらなんですね。なんかこうやって見てると、なんとなく上野駅ですよね。これ上野駅に駅舎に似てないですかね。違うかな。そうじゃないよね。で、そしてこちらがですね、こちらの線路は、こちらが富士山川口湖方面ですね。いや、富士山特急もいるんでいいですよね。富士山特急も保存されてんのか。そしてこちらが下吉田のホームで、一面一線になってるんすね。ああ、こういうサムネイルもいいか。あ、電車入れるとなんかサムネイルにいいかも。あ、駅名表と駅舎いいね。ああ、こういうのもいいね。あ、こういうサムネイルもいいかな。踏切も入れると、あ、いいかも。これ駅舎とこう、あ、こういうサムネイルがいいかな。あ、こういうサムネイルいいね。これにしよっかな。で、こちらが下吉田駅のホームなんですけど、島式一面二線で、あー、この電球がさ、これ銚子電鉄にありましたよね。これすげえ。あー、こういうのもいいですよね。なんか味わい深いホームの上空ですよね。すげえ。で、下吉田駅の駅名表がこちらですね。あ、ここは駅名表はヘンリーなんだ。ヘンリーなんだ。すげえ。ヘンリーか。まあ、これもよく写しとかないとな。あ、ブルートレイン入れるといいかな。
あ、ブルートレイン出るとこれじゃちょっとな、この方がいいか。これ電車と入ればもっと絵になるな。いや、ブルートレインが止まっててなんかすごい気になるな。あー、こういうサムネイルもいいね。なるほど。まあ、ここまで来たんだからね、もう現地レポートじっくりやんないとな。あ、待合室はガラス張りになってんだ。すげえ、ガラス張りだ。うわー、これ木造の駅舎、木造の屋根、これ味わい深いな、マジで。すげえな。あ、こっから出るといいか。あ、こういうサムネイルもいいか。こういうのもいいね。うわー、サムネイルこれにしよっかな。うわ、迷うな。どうしよう。気迷うな。それにしてもね、駅のホーム、これ長さは4両分ですよね。多分4両でしょう。だってここ各駅停車とか富士登山電車しか止まんない駅ですから、富士登山電車の、まああれは乗れなくてもね、やっぱり動画だけは撮っときたいですよね。で、そしてこちらの線路は、こちらは大月方面の線路になりますね。カーブしているんだ、すげえ。あー、富士登山電車撮りてえなー、マジで。ここまで来たんだからな、登山電車撮りてえなー。いやー、ここはもう、ここはもう保存電車の聖地だしさ、これマジでやばいぞ。もういろんな電車、いろんな鉄道車両が保存されてんだから、これ絶対行くべきだろう。よし、まずはホームと、まずホームをレポートして、それから車両レポート行ってみるか。サムネイル迷うな、マジで。どうすんべな、これにしよっかな。いや、一面二線の割には結構人で溢れてたな。いや、さすが富士急の観光地ですよね。さすが観光地富士吉田市ですよね。こういうサムネイルもいいんだよな。あ、踏切の警報器、あれ入れるといいか。こういうのもいいか。あー、でもそうだよな、今日富士山が見えないのがちょっとショックなんだよな。この前来た時富士山もすごいでっかく見えたんだよな。こういうのがいいかな。でも警報器入れるとこうか、この方がいいかな。サムネイルこれがいいかな。これインスタ映えしそうだな。いやー、これ絵になるな、これ。マジで絵になるぞ、これ。いやー、これ絶対絵になるよ、マジ。あー、電車来ないかな。1面2線か、すごいな。あ、こっから見るといいね。あー、こっから見るといいね。あ、ブルートレイルといいかも。あー、こういうサムネイルもいいか。これにするか。この方がインスタ映えしそうか、 YouTube 映えしそうか。これがいいかな。あ、こういうサムネイルがいいか。こういうサムネイルもいいな。これにするか。ただホームだけを入れるとこんな感じなんだよな。こんな感じか。なるほど。こういうのもいいか。よし、すげえや。うわっとっとっと、危ねえな。はい、それではですね、次ですね、この下吉田駅に保存されている鉄道車両のレポートに行ってみたいと思います。
ちょっと時間の都合もあれなんでカットします。それでは。